はですね、カモチューブにあの、日本にダイレクトマーケティングを導入したもうマーケティングの神様神田正則さんに来ていただいております。はい、せーのいいね、あうちせーのいいね、せーのいいねです。はい、はい、今日初めてお会いしたんですけど、僕自身が神田さんのことを知ったのは非常識な成功法則の本を読んで、こんな人がいるんだと思って衝撃を受けて、僕起業したばっかりの時に初めてあの神田さんの本を読んだので、これに書いてあることをこうどうやってやったらいいのかなって思いながらやってたのが初めてだったので、で今も思ってるんですけど、なんかマーケティングってノウハウを、こういうふうにやったらいいっていう具体的なノウハウ本はあるんですけど、マーケティングのことを話されてる方で、例えば春夏秋冬理論だったりとか70周年周期とか、なんか未来のことを予測することを発信されてる方って神田さんしかいないなと思ってて、で多分この YouTube を見てる人の中にも今特にこう激動の時代じゃないですか、はいはいはい、もうテクノロジーは変わるわ、コロナでライフスタイルとか価値観に影響がこう及んでるわとか、すごい変化が激しい、もう人口の話もそうだし AI の話もそうだし、 あらゆる変化が一緒になんかどこしょみたいな感じで起きてるので、もうまさにこれから、まあ、特にビジネスをやっていらっしゃる方が未来に向けてどんな考え方を今持っておくとより、豊かだったりとか、人生の目的を達成できるかっていうことを神田さんからいっぱい聞きたいなと思ってます。ありがとうございます。今日鴨頭さんと本当初対面なんですけどそうです、ね、僕日本のブルース・ウィルスを呼んでいてありがとうございます。これ皆さん実物あったら目引き込まれますよあの瞳がね、はい、なんでかこれグレーですよね。お、そうすか。あーハーフだったりするんですか。ハーフですね、はいということで、はい、初対面なんですけど、ね、なんか結構ね、はい、僕あの初対面じゃないような気がしましてねありがとうございます。好きなこと喋っていいんですか。もう好きなこと喋ってほしいです、はい、はい、ありがとうございます。じゃあなんか今ビジネスを頑張って抑えずにいろんなことで喋ってほしいですね。そうですね、はい、もうバリバリいろいろ出してほしいです。はい、わかりましたあの今ビジネスやってる人がこう特にこれからの時代、未来に向けてどんなマインドチェンジマインドセットをしていったらいいかっていうので言うと、神田さんは例えばまあ実践会のメンバーさんとかに今旬な話題としてはどんなことを発信されてるんですか。旬な話題、はい、まあ一言で言うと、まあ、僕はデジタルマーケティングをかなり真剣にやってます。なのでビジネスパーソン向けにはカチッとした話をします。だから今の時代はゼロだとしたとしても年商100億を目指した方がよほど簡単だと。ちょっと待ってください。年商100億を目指した方が簡単だ。そう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 。という話をしてます。というのは、やばいですね。まあ例えばね、起業される方って年商1億を、ね、当面目指すとか、はいはいはい、それから10億だとか言うんだけど、うんうん、要は今コロナによってもう完全価値観が違ったわけですよね。で、ほっとけばほとんどの事業はダメになります。うん、で、日本にはそういった面ではもう経営者の平均年齢が60歳、はあはあ、その人たちがデジタルを学んで次に行けるかというとほとんど行けません、うん、一方ですね、また YouTube にしても、それから、その他の TikTok にしてもメディアというのが極めて進化していて、これは国境を越えていけるわけじゃない、うん、で今までは地域によって制約を受けてたんですけど、うんうん、もう制約を受けなくなったということを考えると1億だろうが10億だろうが100億だと変わらないわけですよ。なるほど。マーケットの制約がない分、はい、なんかもうゼロの桁が変わるのは当たり前だと。そうですね。で逆に最低でも100億ぐらいは目指さないと興味を持ってもらえないじゃないですか、うん、なるほど。10億って誰も興味持ってもらえないですよ。なるほど。中国人に10億だって俺10億目指せとバカかって言われますよね。あ、なるほどね。まあ少なくとも少なくとも100億じゃないと市場じゃならないでしょということですよね。だってこれから100億目指しますって言ったって、うんうんうん、ね、ベンチャーキャピタリストはお金をくれませんよ。なるほど。やっぱりそうすると一つのエリアでこういったポジションを握っていくっていうところで、だいたい将来の予定としてはこのぐらいで1000億からまあ3000億で、そのうちの100億をこの時に目処にしましょうっていう話ですからねなるほど。
実践会とかのメンバーさんは今現在は中小企業の方が多いんですよね、きっと。多いです ね、 そうですね。中小企業でどちらかというと私はインパクトカンパニーと呼んでます。ほうほうほう。要は僕はずっと地域企業を大事にしてます、はい、ほうほう。なので、まあ、ベンチャーにも2つありますよね。どちらかというと、丸の内、霞ヶ関、そういうところ、渋谷、そういうところでベンチャーキャピタリストからお金をいただいてって、そういう方々も実は言うと私のクライアントで結構多いです。ああ、そうなんです。だから10億の出資をされたりというところで伸びていくケースあります。だけど僕強いのは実需のところが強いですから、やっぱり本当に目の前にお客さんをしてどうやってコンバージョンを上げていってライフタイムバリューを上げていくかっていうのが得意分野なので、どっちかというとお金を引っ張るっていうのは実はそんなに重視してきてないです。でやっぱり日本全体のことを考えると、もちろん一部の起業家が全世界、まあ、全世界というのは日本人って残念ながら全世界に行けないので、全国の中のデジタルの分野を取るっていうのはとても大切なことだと思うんです。しかし数としてですね、圧倒的に中小企業が多い。そして地域がですね、これ何とかしないといけないというところがございまして、そうすると地域の優良企業をどうやってデジタル変革に乗せていった方がいいかという方が結構今の時点では日本にとってクリティカルな問題なんですよね。でなのでうまくデジタルトランスフォーメーションをサポートするような活動が、まあ、分かりやすくお手伝いできますよねっていうところがあります。結構今デジタルトランスフォーメーションってまさに、まあ、特にこのコロナが始まってやんなきゃってなんとなく聞いたことあるけどうち関係ないやっていうマインドの人やっぱ多かったと思うんですよね、はいはいはい、でももう、まあ、いい意味でやらざるを得ないみたいになってきてて、ね、取り組もうとしてるじゃないですか、はい、でもこれ僕も思ってることなんですけど、うん、例えばデジタルトランスフォーメーションをネットで検索したり本を買って読むと難しいんですよ、うん、言語が入ってこなかったりとか、うんうんうん、それはまあもちろん年齢だったりとか今までの勉強の蓄積度合いによって違うとは思うんですけど、うんうんうん、結構理論が難しく感じてしまうんですけど、そうですね、最初の一歩ってどこから考えていけばデジタルトランスフォーメーションをまあ自社に取り入れていける感じなんですかね、最初の紹介。そうですね、難しくしてるんですね難しくしないとお金取れないからさできるだけ難しくするんですよ。生々しい話です。できるだけ難しくするんですよ。でも僕20年前からさ同じコンセプト言ってるから、なるほど、小学生にも理解できることなんですよ。なるほど。僕22年前に本出した時って要はダイレクトマーケティングのことですよね、はい、で見込み客を獲得するにはどうすればいいか、はい、それを制約するにはどうすればいいか、それを一緒のお客にしてればどうすればいいか、うん、何も変わってないです根幹はそうですね。何も変わってないです。だから僕22年前の方にマーケティングオートメーションの原理は書いてあるし、それからライフタイムバリューの算出の仕方を含めたいわゆる顧客との長い付き合いのことは書いてありますし、カスタマーサクセスですよ、それは今の言葉で言えば。というので、ね、原理がそうだ、すっごい簡単なんですものなのか、でどこから始めたらいいですか、はい、っていう、まあ2つです。1つは、うん、Facebook です。おというのは YouTubeっていうふうに言われるのはその通りなんです。でこれはもう2つ目です、うんうんうん、1つ目は Facebook なんです。いいっすね。なぜならば Facebook でほぼ9割の集客はできます。 Facebook で9割の集客ができる、ああいいっすね、うん、だって実際問題そうですよね、うんうん、で Facebook で AB テストをします、はい、で非常に分かりやすいです、反応も早いです、うん、そうするとその AB テストをもとに顧客を増やすっていう活動をし、それは B2C でもいけるし B2B でもいける、うんうん、そういうことを考えると Facebook でお客さんは増えます。で要はマーケティングっていろんなものがあるから分かりづらくなるだけで、うんうん、なるほど、もう Facebook はそれに対して必要なツールが全部用意しちゃってるんで、うん、インスタグラムも含めてね連携してるわけですから、うん、そうすると Facebook でほぼ見込み客は集まります。すげえなうん、それでメールアドレスを取り込んで、メールアドレスをきっかけにカスタマー、ごめんなさい、ルージュオーディエンスをやりながら広げていけばいいわけですよね。そうするとやはり中核のお客様をきっかけにルージュオーディエンスで広げていくことができるので、 Facebook でほぼ普通の会社は立ち上がります。なるほど。伸びます。僕 Facebook そんなに極めてないので少し深掘りしたいんですけど、はい、例えば、今言ってる Facebook っていうのは会社の Facebook ページで、はい、コンバージョンを集めて、はい、そこから自社商品を紹介するための
メルマガにっていうページを作るっていう理解で合ってます？そうですね、個人ページじゃなくてまずフェイスブックページで、フェイスブックページです、うんうんうん、フェイスブックページやることによってようやく広告が打てるようになります。そうですよね、なので、少なくともフェイスブックページは持っていないといけない、うんうんうん、ただフェイスブックページの場合、結果それを自社の、まあ、ウェブサイトに直接導くことができるので、はい、YouTube のように今日教えていただいたばっかりなんですけどいやチャンネル登録を増やしていって信頼を蓄積していくっていうことよりはもう本当にできるだけリードタイムが短く制約できるという特典がありますよね、特徴が。それで、例えばそれに自社商品に興味があるメールアドレスを集めていった場合に、はい、そのメールアドレスと同じような購入者と同じような類似したターゲットを選択して広告を打つことができます、うん、はい、まあ、類似オーディエンスというんですけど、でそうすると、このハウスリストの中で購入客が増えたらその、特徴に合わせたものが自動的にまた Facebook で広告をしながら広げていくことができるので、うん、自社のお得意様だけをきっかけにやはり広げていくことというのができるわけですね、うん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 、でそうすると何が必要かというと基本的にはモデル、すなわち見込み客がいくらで集まって何パーセントの割合で制約しましたかというこの、見込み客から制約客獲得までのモデルが一旦築ければ、うんうん、あとは比較的、楽に広がっていきますし、また言語の壁を越えられるようになってきたので、一つのモデルができればこれから先は、日本だけにこだわる必要がない。だから Facebook を制したものはやはり今デジタルマーケティングを制します。おー、明快、うん、多分ほとんどの人がもうなんか Facebook はオワコンだとか思ってる人もいると思うんですよ。メールマガジンがオワコンと言ってる人もいっぱいいましたそうですね、ただ実際問題 Facebook から、まあ、入手しても YouTube から入手してもそうですけども、メールマガジンの開封率は平均で今でも 25% 海外あります。日本でも 20% 近くあり、その、ま、その後のコンバージョンというのはやはり商品によっては違いますけど、うんうんうん、数%あるということを考えると、うんね、メールアドレスっていうのが非常に有効なメディアです。いいですね、明快ですね。であとは非常にコロナによって面白い現象が起こったのは、はい、結局 Facebook で、一見込み客を獲得するコストというものをどうやって下げるかっていうのが重要だったわけですね、はい、で今までは Facebook の一見込み客獲得コストも上昇しがちだったんですよ、うん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 、それがコロナによって一気にまた下がったんですよ。そうなんですか。だから YouTube をご覧になる人が多くなったように、あ、そうかそうか、やはり下がったんですね、見込み客獲得コストが下がったということと、あと非常に面白いのは、じゃあその獲得するための、媒体ですね、リードっていう、はい、見込み客のことをリードと言います。リードを獲得するためにはどういう特典をつければいいのか、うんうん、これをリードマグネットと言うんですけど、うん、それが以前は小冊子であったりホワイトペーパーだったり、はいはい、それからサンプルだったり試供品だったりをしてきたわけですが、それがですね明快に何になってきたって、やっぱ動画になってきたわけです。なるほど、うん、だから今まではいろんなものを配っていたけれども、非常にやっぱり、動画の品質が上がって、そして動画講座であるとかオンライン説明会だとかオンライン講演だとかオンライン、なんとかっていうやつね、めちゃめちゃいいですよね、郵送費もかからないし原価もかからないし、はい、かつダイレクトに商品の制約につながる濃いコンテンツを作りやすいですもんね。そうなんです。なので、な、まあ、今までの、ダイレクトマーケティングおよびデジタルマーケティングの歴史というのは一番効率が良かった、集客法というのは、はい、イベントだったんですよ。なるほど、そのように進化してきたわけ。なるほど。なのでセールスフォースという会社がドリームフォースというイベントをサンフランシスコでやって、だいたいあれですよね、多分20万人規模で集まってたんじゃないですかね、で全世界のビュー数はもう100万平気で超える、だから20万人のリアルなイベントを、いわゆる SaaS の会社ですよね、デジタルツールを開発している会社が全世界から人を集めてたわけです。
で日本でもそういった外資系を中心とした方々が大規模イベントをやり、鴨頭さんのような方をキーノートスピーカーに招き入れるわけね、うんうんうん、でそうすると一体彼らの中でも講演家としては、僕もずっと20年間講演家やってるんですけど、去年あたりはやっぱり講演料が跳ね上がってるんですね。でそれは一体なぜかというと、このオンラインごめんなさい、こういった集客イベントですね、うん、この講演会イベントとかコンフェレンスとかサミットと言われるものというものが一番 CPL コストマーパーリードという、うん、コストパーリードと言いますけど、その見込み客集客コストが一番安いのがこのイベントになっちゃったわけです。なるほど。でしかもそのイベントで集客力があるのはキーノートスピーカーになっちゃったわけ。はー、一体誰をキーノートにするかによって集まり方が違うわけですよね、うん、なるほど、なるほど。で結果それで大規模イベントで3000人のイベントが日本でも5000人のイベントをやったりという、そういったモデルができてきたんだけど、うん、それがまたこのコロナで崩れた。なるほど。というのは一体何かというと、大きな会場を借りなくてもいいじゃんと、うん、YouTube ライブで、うん、Zoom でいいじゃんって。そうすると会場費がかからなくなって、かからない、うん、スタッフだってかからないですもんね。そうですよね。だからもう明快に分かりやすくなっちゃった。だからオンラインイベントに参加者をどういう媒体で集めますかっていうことが問いになってるわけで、なるほど。そうすると Facebook はありなわけです、うん、まあ、それと連動した形でインスタもありだし、うんうんうん、でも Zoom では広告出せないですよ ね、 そうですね。なので、まあ、今はね、だから Zoom というよりは実際には、先ほど言った Facebook をきっかけとして集めて Zoom に誘導するとか、はい、それからそれを YouTube ライブに同時配信するとかいうような形で組むのが一番分かりやすい。でもそう考えるとオンラインイベントっていうのは日本だけに限る必要があるか、うん、ないですよね。証券がなくなりますよね、壁が。だから鴨頭さんが今日ねこのインタビュー始まる前に、次どうするんですかって言ったら、海外で私は、はい、もう全然行ける時代に入りました、うん、そうなんですよね。リアルな講演家だけだったら海外行こうと思うと、うん、まあまあちょっと下品な言葉かもしれないけど、コスパが悪すぎて、あ、海外に行くそのまあ旅費も交通費ももちろんかかるし、集客だって日本より弱くなるし、かつ時間もものすごく移動の時間がかかっちゃうんで下がっちゃうんですね、価値が、うんうんうん、でもオンラインって今言ったこと全部ぶち壊してくれるので、あ、そうですね、もう普通に今まで通りのライフスタイルのまんまで海外進出ができるっていう夢のような世界が広がったなと思って、ね、しかもFacebook の場合って海外にいる日本人にターゲットを合わせて広告できるでしょ、はい、ああ、はいはいはい、だから海外はコスパがいいんです。なるほど、すごいんです。いいんだ。クリック単価が全然違うんです。そうなんですね、うん、それやったことなかったですものすごいですちょっとこれ強烈にお得な内容なんですけどそうですかそうかそうか、海外の日本人ちゃんとヒットしますもんね、うん、そうそうそう、まあ、圧倒的にコスパいいです。で海外の人は日本、海外の日本人は日本からの情報をとてもとても大切にしてくださっているので、そうするともう海外の日本人はやはり拠点なわけですよね。だから華僑がいるように、でにまあどっちか和僑というのはなかなかね、他に比べますと活動が何て言うんでしょうかね、それだけ組織立ってはいなかった。ところが実際にやっぱり日本に対する思いというのは非常に強い方がいらっしゃいます。でそういう方が今日本が元気な人たちが出てきて海外におけるプレゼンスをっていうふうに考えると、応援してくださる方はすごく多いですよね。なんか今みたいに聞くとデジタルトランスフォーメーションって全然複雑じゃない、うん、でもなんか本読んでるとデジタルトランスフォーメーションの事例がやたらフーマとかなんかパナソニックとかすんごい一部上場企業のいわゆるユーザーのリストをもう莫大に持ってる企業の事例ばっかり出てくるから、なんか自分には関係ないんじゃないかなって、いや僕なんか最初に読んだ時そう思っちゃったんですよ。デジタルトランスフォーメーションってなんか大企業用じゃんみたいな。あ、そうですね、お金取るためにねそういうことかだってね、一応ね株主に対する説明責任がありますから ね、 そうですよね、簡単すぎちゃったら含まれるでしょう。なるほどなので、ね、ある程度ロジカルに説明し、はいはい、皆さんがご納得いただけるように説明するっていう必要がございますよね。
でもまあ今のようにちゃんと具体的に Facebook に落とし込むだけでデジタルトランスフォーメーションの本当の意味というかマーケットがこう壁がなくなりますよとか、そこからの信頼を積み上げてリストちゃんとこうつながってる人とつながれますよっていう、それはデジタルでできるし、それこそマグネットと呼ばれるオファーも全部デジタルにしていけば生産性がもう飛躍的に上がるってことですよね。そうですね。そこがデジタルトランスフォーメーションってことですよね。そうですね。社会全体をやはりトランスフォーメーションしていくことが言えばコロナによって必要になってきたというふうに言えると思います。で大企業さんはやってます。だから一生懸命やってて、お金も潤沢にあるし、内部留保いっぱいあるわけだから、どんどん使っていただいてっていうことでいいと思うんです。やっぱり一番大きいのは中小企業。そうですね。ここがどのように次に迎えるかっていうのが今非常に問いになってます。うん、でだけど経営者の平均年齢が60歳で、それで次にバトンタッチできればいいですけど、そうじゃない会社が莫大な数あります。だから今ここで重要なのは中小企業をどうやって日本の優良な技術を持ったところとか地場産業を支えている中小企業がどうやってデジタルに迎えるかっていうところが重要なわけですよね。でも若い人たち、本当はデジタル分野に詳しい若い人たちがどんどん流出しちゃってるでしょ。だからそこが非常に大きな問題なんですよね。ただデジタルトランスフォーメーションってすごい簡単なんで、はい、若い人たちが、買収すればいいんですよ企業を。ほう、というのはもう従来型の、はい、伝統産業を買収した場合、価値をつけるには2つに1つしかないんですよ。ほうほうほう。 RPA か MA かどっちかなんですよ。ちょっとついていけなくなってきたんで詳しく説明しまって、マーケティングオートメーションで、はいはい、営業をデジタル化するか、はい、もしくは事務をデジタル化するか。ほう、なるほどなるほど。ロボティックス RPA だからプロセスをオートマティックオートメーションとかいうのかな。だからその2つに1つしかないんですよ。なるほどなるほど。で要は事務営業は強いんだけどうちに事務弱いんだよねとか、開発はいいんだけど事務弱いんだよねっていうところは RPA を入れる、ね、なるほど。事務をもうロボット化すると。そう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 。それで営業力はあるし、あ、ごめんなさい、技術力はあるけれども営業力がないっていうと場合にはマーケティングオートメーションを組んでいく。だそれだけの話なんです。なるほど、めっちゃ分かりやすい。そうすると大体マンションを買うぐらいの金額で年商3億から5ぐらいの企業が買えたりするわけです。そうするとそれを弱いところだけをデジタル化すればいいんで。はあ。でもなんかまあまあその企業さんによっては事業継承を息子にしたいとかそういうのはちょっと置いといて、日本の中小企業も全部のここを俯瞰してみると、いわゆるデジタルトランスフォーメーションできてない企業をデジタルトランスフォーメーションができる人が買っちゃえば、明らかにこの企業が大きくバリューが上がるってことですね。そうです。はあ。そうです、本当その通りです。そんな風に考えてる人って何パーセントぐらいいるんですかね。いるけども分かりやすく説明できる人がいないですね。あ、なるほどなるほど。複雑に複雑に考えることによってコンサルティングバリューが上がるじゃないですか。なるほど。うん、簡単に言ってしまうとお金が取りにくいんだ、ね、お金取りにくいでしょ。なるほど。めっちゃでも今の分かりやすかったですね。ああなるほどな。でもマーケティングオートメーションって、まあ、いわゆるそのデジタルのツールを使ってやるっていうことと、それをいかにこう自動化するっていう、そのそうですね。そうですよね。はい。とりあえず見込み客を集めて、うんうんうん、データベースに入れる。そして見込み客に対して何回かナーチャリングっていう育成作業なんですね、はい、だから信頼を積み重ねていくっていうことかと思うんですけど、うんうん、ただ今ナーチャリングしてる間に逃げるんですよ。ほうほうほう。ナーチャリングしてるとメールマガジン開かないじゃないですか。なるほど。でもアメリカのツールっていうのはメールマガジンがベースだから、はいはい、開かないでしょ。3回も4回も面白くないメールマガだから、マーケティングオートメーションというのは過大評価されてるわけです。なるほど。それよりもマーケティングオートメーションというよりは価格表を用意し、はい、価格表をダウンロードしたらそれでもう今すぐ客なわけですよね。おうおう。だから育てるよりも価格表を見たかお客かどうかの方が重要なわけですよ。おう。で価格表を見ましたねと言ったらそこが電話番号を送られてくるわけだから、それを30分以内に電話するか、うん、1時間以降に、まあ、30分以降に電話するかで制約率が100倍違うという。ちょっと、ね、もう一回言ってもらっていいですか。30分以内に電話をするかそれ以降にするかで制約率100倍違うんです。マジって。
まあ、全ての会社ではないかもしれませんよ。でもアメリカの事例で。そういう事例が出てるってことですよ。でもそりゃそうですよね。価格表を見て売ってくれって言ってる時に30分以内に電話かかってきたらそれは電話取るし、でその30分超えちゃったら他のアポが入ってたまたま見てる人がもう忘れちゃうわけですよね。特に経営者の平均年齢60歳ですから全部忘れるわけですよ。すぐ忘れるわけ。ちょっと具体的に聞いていいですか。もう完全に自分が興味関心にあることを聞くだけになってるんですけど、その価格表を見せるって言いましたけど、価格表を見せるっていうのは例えば、自社のホームページに価格が載ってるところのページを開くっていう認識になってます。そうですね。でその開いたことが、アラートで、まあ、メールで会社にピッて来ると。そう、営業マンの携帯に来るんです。ああなるほど。でそれを見てそこにパー電話するって。そうです。へえ、そんな営業活動があるんですね。ええ、みんなやってます。マジですか。でも極端なこと言うと、自分の同業の人がそれをやってたら、うん、勝ち目ないですもんね。のんびり待ってる人はないです。はあ、ないですね。でも もうやり始めてる人がいるってことですもんですけどね。すごい簡単になりましたね。だからやっぱり知ってるか知ってないか、勉強してるか知ってないかで全然違います。でも考えてみれば昔の電話営業って、はい、それこそ電話帳とか、はい、でファックス営業もファックスの番号を買ってやってたものが、お客さんが興味関心を持ったタイミングで行くっていうのは全く違う世界ですもんね。効率も制約率もめちゃくちゃいいですもんね。そうですね。非常にいいと思います。そうですよね、はい、昔だったら興味がない人に興味を持ってくださいってやらなきゃいけなかったニードの喚起とかは、うん、もうニードが喚起された人にお客様どうでしょうかって入るから全然違うところが入ってますよ ね。ただそれをマーケティングファネルというそれを作るわけ、情報みたいな、はい、でその一番の情報の入り口がオンラインイベントになっちゃったわけ。なるほど。でこれも難しく言えばありとあらゆるものがあるんですよ、はい、だけど僕難しいよりは早めにさ結果出していただいた方がビジネスって楽しいってことを分かっていただいた方がいいじゃないですか。そうですね。そうすると今の時代はオンラインイベントなんですよ。ネットで配信した方が一番いいわけ。なぜって言ったらそこで興味を持っている人に対して時間をこれを情報密に、うんうん、例えば2時間とかの情報を提供できるじゃないですか、はいはい、で同じ時間を共同で保有してるじゃないですか、はい、この一体感というのがあるわけですよ。昔だったらそれはライブ会場だったんですよ。そうですね。同じ場所と同じ時間、うんうんうん、ところが今は同じ時間だけで現場が作れちゃうんです。その2つを組み合わせなくて良くなっちゃったわけですよね。そう時間の共有だけでいけるようになった。時間の共有だけでバリューを持つようになった。それすごいことですよね。すごいことですね。だから場所は関係ない。だからそれはシンガポールであったとしてもフランスのニースであったとしても同じ時間を共有することが一体感を生むわけ。なるほどなるほど。っていうような状況になってきたと。でそこでパネルを作るでしょ。一番見込み客でしょ。でその人たちがウェブサイトに来ました、価格表を見ました、もしくは機能比較表のところを来ました。これむちゃくちゃ高いんですよ。そうですね。でところが例えばそれがホニャララっていう商品は何っていうそんなのが来たら薄いじゃないですか。そうですね。薄いのは育てていく必要があるかもしれない。はい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 。しかし薄いのを育てるのってなかなかやっぱ難しいんですよね。それは何かというと面白いシークエンス、面白いストーリー、面白い商品説明のシークエンスを作っていかなくてはいけないんだけど、そうですね、これはネットフリックス並みの構成力が必要なんですよ。なるほど。で僕はそれすげえ得意なんだけど、すげえもうプロですからそこの分野は。しかしながら価格表ライバルとの機能比較表をダウンロードして、はい、そのページを見ましたっていう人の方がもうすでにあなたに関心はあるんですって私はって言ってくれてるような人で、そしたら電話しますよね。要はスーパーマーケットでこうやって商品をこうやって値札見てる人ってことですもんね。そうですね。それもう買いたくてしょうがないですもんね。そうですね。したらこの商品説明さえしてくれれば買えますもんね。そうですね。でも今、まあ、要は通りを歩いてる人にこれ買いませんっていうよりも、値札を見てる人に買いませんっていうのの違いってことですよね。そうですね。それやばいですね。でもそれやるっていう発想なかったですね。マーケティングオートメーションはそういう世界なんですね。なるほど。ただマーケティングオートメーションというのはやっぱりそのところをスコアリングっていう概念を持ってきて、要はスコアリングの数値を上げたり、することによってより
適切な人に対して適切なメッセージを適切なタイミングでっていう、要は信頼が溜まってる割合によってそのちょうどいいメッセージをそうですねつなげていく。でも見ないんだから開封しないと。そうか、確かに。要は見てる人にアプローチを先にやると、できるだけ早く接点を持つってことですね。そうですね。だから開封率とかもみんな一生懸命メルマガ書くんだけど、はいはい、実際 B2B ではあれですよ、要はあなたは半年前に興味を持った商品ですがまだ興味を持ってますって以上短い文章で送ったのが一番反応率が高いとかね。ほー、それとか何々さん、スミスさんとか言ってなんていうの、本文かなんか Just checking in、ね、How are you? Just checking in、 ご機嫌いかがって言ってちょっと気になったもので連絡しました、以上です。はそしたら向こうから、いやちょうどね、紹介してくれた商品そのまま連絡でできなくて悪かったけど今こういうことで購入する準備が整ったからみたいな、そんなようなところで会話が始まるわけですよね。あ、じゃあもう長ったらしくもうくど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 言うんじゃなくてタイミングよくちゃんとお客さんのところにアプローチをかけるっていうことの方が全然上だった。そうですね、だから説得する必要ないですよね。はあ、みんなどうやって説得するか一生懸命考えてると思います。そうですね、で僕がそういうのプロだからね、それはいくらでも説得する方法はやりますけれども、しかしタイミングによってはですよ、Just checking in っていうね、あ、ご機嫌いかがですかって、もうなんかもういやちょっと気になったもので、今日何々さんのことを思い浮かべたものでメールご返事不要です。もうこれがですよ、ライティングとかできない人が言ってんだったらお前それで楽してるだろうって言いたくなるけど、もうライティングの超プロが言ってるわけですからね。そうですね、タイミングの方がパワーがあると、うん、これめっちゃ勉強になりますね。そうですか、ありがとうございます。もう一つ僕どうしても今日会ったら聞きたかったんですけど、2025年問題、はいはいについて、神田さんが今こう一番、メッセージしたいことっていうとどんなことになるんですか。2025年問題って何ですか。いろんな問題があって2020年問題もあるんです、2023年問題もあるんです、2025年問題はあるんですか。どっちかというと僕が聞いてみたいなと思ったのはいわゆる日本でいう と人口の減少があり、はいはい、世界が経験したことのない超高齢化社会、うんうんうん、になった時の例えば経営であったりとか、ビジネスマーケティングっていうのはどういうふうに2015年までに、ここから今からでいうと約4年間ぐらいですか、うんうん、どんなことを取り組んでおく必要があるかっていうことがみんながつかめたらいいかなと思います。稼ぎたいか稼ぎたくないかですよね。なるほど。で稼ぎたくない人がいっぱいいるん で、はいはいはい、でそういう人はどうぞお休みくださいっていう稼ぐ人だけ稼げます。だって例えばこのコロナでもそうだと思いますけれども、コロナでやることないやって言ってた人と、それからこの先この業界では何が必要になって一体何をやっていかなくてはいけないかということを真剣に考えている人がいるわけですよ、はい、そう考えると真剣に考えた人がマーケット握りますよね。でそうするとじゃあ何もやらなかった人、例えば今政府は何をやってんだというふうにずっと文句を言い続けた人、これも悪くはないわけです。今後社会的にはベーシックインカムに現実的に近いような形になってきます。そうすると、やっぱりデジタル変革できたところは残ってきますが、そうでないところは全然ダメです。デジタル変革できた人は海外からマーケットシェアを取っていくわけですから、そうするとやっぱりコストがかからない中で収益力はものすごく上がりますので、全然利益率は上がると思います。なので今日本の報道の中ではこのコロナで大不況だなんて言ってて、この時間の中でなんで株価が上がるんだなんていうふうに言ってるんですけど、そういうことを言ってる人はアメリカではあまりいないですね。でそれは一体なぜかというと、だってコロナによって打撃を受けると、しかしながら我々8割はもう当たり前のように全然業界このコロナの影響を受けずに営業やってますよねと、うんうん、その8割の人たちは普通なわけです。で2割だけを取り上げてこれ大変だ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 って言ってるわけです。でも8割の人たちはむちゃくちゃシェアが上がってるんです。例えばどういうモデルがあるかというと、ペロトンっていうそういった自転車のバイクのモデルがあります。でそれは次世代のアップルだと言われてるんですけど、室内バイクですよ。それが大きなスクリーンが出てましたね。その
そのバイクの中でいろんな講座があるんです。その中でライブのインストラクターがいて、あのビリーダーブートキャンプのビリー隊長のようにね、もう何人もの、もうあれですよ、素晴らしいトレーナーがガーッと番組を持ってるわけです。そうするとここお世話さ、もうそれでエクササイズが始まるわけですよ。でそれがまあモデルなわけですね。だから自宅にそれのバイクがあったりとか、トレッキングマシンがあったりしてはもうどこにいようがそのインストラクター、カリスマインストラクターとつながれるわけですね。でそれはものすごく上がってるんですよ。それからアメリカで言えばやはり、株価がものすごく急上昇しているのは何かというと、デジタルではなかったりするんですよ。え、それは何かというとあれなんですよ、自然食品だったりするんです。要はこれによって巣ごもり消費によって自然食品、いわゆる免疫を高めるための食品というのが今まで以上にすごいと。それがロックダウン後も継続するだろうということで、やはりこれが非常に注目されているんです。あと注目されているのはお花屋さんですよ、1800フラワーズ。ここがお花の通販をやってたところがグルメ食材もやり始めて、そこでもう株価超上がってますよ。というように、要は景気が悪いからもうこの国はダメだって言ってる人は日本ぐらいなもので、そうするとアメリカのやつは見て、おあの会社が潰れた、デナウンが倒産したとかね、日本で言えばね、あの有名なデパートが倒産した、もうこれは地球の終わりだなんていうふうに言ってるのは日本人だけで、こんなものを言ってる人じゃなくて、もう220兆円が世の中が降ってきた、天から降ってきたと、うん、それで今までも景気過熱してたんだけど、ここでたった数ヶ月ブロックダウンされただけで220兆円が降ってきたと、もう目の色変わってますわね。だから精神論じゃなくチャンスだって動いてる人たちがもうどんどんアメリカとかはいるってことですよね。そうそうそう、変われる人がチャンスなんですよ。なるほど。だからこれ不景気なんじゃなくて、変わろうとしないように、俺絶対変わらないから、俺絶対変わらないし変わりたくもないしって、そして私たち生活何も変えたくないんですって言ってる人がどんどん苦しくなっていくだけで、でも大丈夫です。苦しくなっても革命を起こさないために救済措置ありますからなるほど、はい、だからそれは全然大丈夫だから、本当に好き勝手に自分の思う通りの未来がこれから開けますよということです。だから変わりたくない人は変わらない未来を始めるんですよ。なるほど、そう、 OK、 変わりたい人、世界に向かいたい、世界の講演会などと世界に対して影響力を、それをやっている人はその通りになるんです。以上、誰も幸せな世界。すごいな。文句を言いたいことによって幸せになっている人はずっと文句を言っていられる世界なるほど、よかったですね。で生きていけるんですもんね、それでもね。世の中に嘘ばっかりの情報が溢れてます。嘘ばっかりの情報が集まってるから、まあそれについて本質的な情報と出会えるかどうか、それは本質的な人と出会えるかどうかですよ。だって本当のことを言えないんだもん、この世の中は。なるほど。とすると本当のことを言える人に付き合っていると、まあ今の世の中で病気にならないためにはどうすればいいか、病気になった時にどうすればいいかということも全部分かってくるわけですけど、だからそういった面ではもう階層社会ですよ。情報階層社会が始まっているから、もうもはやビジネスじゃなくて、なんかライフそのものがそういうふうに分かれていくってことですよね。そうですね。どういう情報を自分がなんか触れられるかによって。そうですね。はあ、やばいですね、神田さん。もういくらでも出てきそうですね。鴨頭さんとだとね。ありがとうございます。まだまだいっぱい聞きたいこともあるんですけど、ちょっとお時間なのでこの動画は終了しようと思うんですけど、もし例えばこれ見てくださってる方が、もう神田さん今日の話聞いてもっともっといろいろ調べたい、聞きたい、興味があるっていう場合は、例えばまあ一つは、神田さん本何冊今まで出してらっしゃいましたっけ。そうですね、数えられます。数えられないかもしれない250冊ぐらい出してるんでしたっけ。そんなに出してないですね、でも 100冊弱ぐらいですかね。 100冊ぐらい、あるんで本を読むという方法もあると思いますし、はい、あとはこうホームページを見ていただいて自分に合ったものを選んだり、あとはビジネスでいうとやっぱり実践会になるんですかね。そうですね、僕は今、重視してる活動として、まあ、2つありがとうございます。僕
毎日メールマガジンを出してます。だからちょっと古いメディアで申し訳ございません。メールマガ、仕事のヒント365ということで、毎日僕が朝5時に起きてその日にぴったりのメッセージを出し、そしてその日仕事を効率的に進めるためのキャッチフレーズはこれよっていう、ここの穴埋めをしていただければ反応取れますっていう、そういうの出してます。やばいですね。でそれを今日鴨頭さんに教えていただいたので、それを YouTube 化しようかということをやってますので。めっちゃいいと思います。でそれなので、もしウェブサイトで神田正成で検索して仕事のヒントって検索していただくと、これも無料です。であとは毎週月曜の朝8時に30分間だけ、過ごして、今週のテーマとそれから、1週間のそれぞれの、予定を書き出していただくっていう、そういう活動をやってます。月曜日の朝8時、で、そこは、先ほどのメールマガジンを登録いただけますと、朝活のご案内も入ってますので。あ、なるほど。じゃあメールマガの登録が一番なんかすぐにできてライトでいいですよね。そうですね、はい、で朝活も無料です。なので、毎回ですね、僕一番のズームで配信してる人だと思います。毎週1500人が参加してます。ズームに？そうです。1500人、はい、毎週。やばいですね。でただその1000人以上はズームはアカウント取れませんので、プラス500人ぐらいは視聴で見てます。だいたい800人ぐらいが連続で毎回ご参加されているんですけど、プラス700人が視聴みたいな感じです。でやっぱそうするとね、あれができるんですよ、インタラクティブができて。そしてその朝活って何やってるかというと、自分の目標、大きな目標をそこで書き出す。そうするとね、面白いですよ。自分のグループ会社、経常利益2億円が目標とかね、それがバーッてボーン入ってくるんですよ。あ、そこにもみんなが書き込んでるんですか。興奮しますね。人の目標も見れるんですね。そうです。人の目標がわーッて書いて、今年は何の年収いくら目指してるとかね、こういうことをやりたいとか、 YouTuber 何人登録者を目標とやってますみたいな人が大体300人から500人ぐらいわーッて、じゃあ緩いコミュニティにもなっちゃってるってことですよね。そうですね。いや、まあ、コミュニティというか、僕で他の人の刺激も入ってきますもんね。そうそうそう。神田さんからも情報をもらうし、自分もワークするし、他のメンバーの目標とかも見て、そこからも刺激入ってきますもんね。鴨頭さんと同じ考えで、自利でいけ、はい、自分で、要は自分のことしか考えてない人たちが1000人集まる。興奮しますね。興奮しますね。自分のことしか考えてない、だけどそれってものすごいパワフル で、 そうですね。でもその人たちにとっては人を助けることに自分のエネルギーを使ってるわけだから。そうですね。ありがとうございます。もうぜひですね、この動画を見た方は神田さんのこのメルマガを撮っていただいて、朝学びたいという方は朝活もありますので、ぜひいっぱい神田さんからね、もう20年のマーケットティングのね、もう凝縮された濃縮されたすごい情報をいっぱいもらえると思うので、ぜひゲットして、もう自分の幸せのために大活躍してほしいと思います。もう今日も最高でした。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。いいね。あなたに出会えた奇跡を心に溜めてゆ